ご覧いただきありがとうございます。ラシサイルです。本日ご紹介するのはオールデン A764 フルブログコドバになります。はい、こちらはオールデンでも、ブルックスブラザーズ別注のお品になります。現在では、ブルックスブラザーズ別注のオールデン製造のものは、なくなっていまして、タスルローファーや、アンラインドのローファーの、ブルックス別注の、お品は年々価格が高騰しております。はい、まだこちらのフルブローグに関してはお値段も比較的落ち着いていて、ブルックスネームのオールデンとしては、手が出しやすいお品かなと思います。大きな特徴はこの内バネでありながら、外ハトメが採用されていることですね。はい、外ハトメになるだけでこれだけ印象はがらりとくっきりと、しますね。でまた、ラストは細身のアバディンラストが採用されています。ですので、武骨な感じもちょっとこうハトメでありながらも、ゴテゴテしすぎないような、バランスにアバディンラストでこう整えられているという、そういう一足に仕上がっております。で、また今回のお品は、正直使用感が、多いお品になります。ですけどもこのエイジングしきったような雰囲気はなかなかすぐには出せず、それがとても魅力的な一足かなと思うようなお品ですね。はい、このようにハトメの塗膜も一部剥がれていたりして、正直全部剥がした方が綺麗には見えますけども、このアッパーの雰囲気にはあえてこのまま残した方が、いいかなと思って残しております。ただし直すところはできる限りきっちり直していますので、そのあたりはご安心していただけるかなと思います。はい、当店で手を加えた箇所は、大きく3つあります。はい、まずはこちらですね、ハーフラバーですね。ハーフラバーと、リフトの交換ですね。リフトも、ゴムが硬化したりとかしていたので、そのあたりも交換させていただきました。はい、で、2点はサクッとこう説明させていただくんですけども、最後に重要なのが、履き口周りですね。はい、履き口周りは一部に裂け、とかが、ございました。で補修跡も、実は元からあったりしたんですけども、それも1回こう直したりとかしてパイピングのこのような処理も、しております。はい、このあたりとかですね。はい、このあたりとかも、結構縫い直しもしております。はい、ただしこの箇所はもう結構、弱ってきている箇所なので、履くときはあまり強い負荷をかけずに、薄手のシューフォン、靴べらを使った方が、よろしいかなと思います。現状で悪化しないような、ケアや補修は行っているんですけども、履き続けるとまた履き口周りは、劣化が必ず、出てくるかと思います。この靴に関してはこう直しながら履いていくという前提で思っていただければと思いますので、はい、そのあたりをご理解いただければ幸いでございます。はい、一応この反対の方も、はい、このように処理をしておりますので、あのお写真の方でもしっかりと撮っていますので、はい、そのあたり見ていただければと思います。アッパーのこの全体的には、小傷とか見受けられますが、履き口のこのあたり以外は結構こうしっかりと、何かこう大きな裂けとかそういうものは、見受けられないかなと思います。はい、反対側もこうサクッとお見せしたいと思います。はい、非常にこの色ムラがこう魅力的な、一足ですね。はい、アッパーのケアも、保湿重視であまりこう過度なツヤ出し等は、しておりません。乳化性のクリームを薄くだけこう塗っているような、感じです。はい、中底の沈み込みは意外と少ないですね。割れも特に、なくて1ミリちょっとぐらいですかね、沈み込みは。はい、ですのでこう沈み込みのこの違和感というかそういうのは、ほとんどないかなと思います。はい、サイズ感に参りたいと思います。こちらは、アバディンラストで7ハーフ D となっております。アバディンラストは、バリラストのハーフアップサイズを基本的には推奨しております。ですので同じオールデンのバリラストで 7D を履いている方や、他社で言いますとエドワードグリーンの202ラストを、6ハーフ E やパラブーツのシャンボードを6ハーフで履いている方が記号するサイズになります。その他サイズ感に不安ございましたら
当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ。またメンテナンス済みですので到着後すぐ履いていただける状態でお送りいたします。ブルックスネームのオールデンのコード版を安めに、でも雰囲気を、しっかり味わいたいという方や、靴をたくさん持っていてなかなかエイジングが進まないというそんな方にもおすすめな一足かなと思います。はい、ぜひサイズが合いそうなお客様ご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。